アーチマサゴザは、岐阜県岐阜市か日町一丁目十五にあるストリップ劇場。客席数は86世紀。太平洋戦争終戦後の1947年、玉木貴平が芝居小屋として開館させた。歌謡賞、浪曲、漫才、宝塚歌劇、剣劇などの興行を行い、南春雄、村田秀夫、コント55号、相田寛平。 宝塚のトップスターなどが来館している。1960年の映画館名簿には、本館も正さ座として掲載されており、木造を2階建て、定員500人、邦画、洋画を上映していた。映画の流星やテレビの普及とともに、客足が低迷し、女剣劇の一座が胸元をはだけたお色気路線を打ち出すようになると、その頃がストリップ劇場への転換期だった。 夜間のマサゴザ1963年頃に、現在の建物が完成し、ストリップ劇場に転換した。玉城喜平の長男である、玉城武博は、近隣の朝日映画劇場の支配人をしており、玉城喜平の次男の玉城国大は、朝日映画劇場で映写技師を3年間務めた後、マサゴザに移って照明係となった。1967年には、玉城喜平が死去し、 26歳の玉木国大が2代目監視となった。玉木国大は九州出身の踊り子と結婚している。2018年11月時点では東海地方唯一のストリップ劇場である。インスタグラムなどのソーシャルネットワーキングサービスを用いた情報発信を積極的に行い、若者や女性の観客に対する PR に力を入れている。劇場内は すり鉢状であり、絨毯が敷かれた座席に靴を脱いで入場する。劇場内での飲食も可能であり、場合によっては寝転んで観劇することも可能である。また場内は、ドンチョウやレースチョウのカーテンなどを多く用いた、宮殿風の凝った装飾となっている。弁当を持参してついた地中観劇する常連客もいる。若い踊り子には、全国から追っかけファンが訪れる。 工業の形態としては、通常セミプロダンサー1名、プロダンサー4名の編成となっているが、いわゆる素人工業などがあるときは変則的な、交番編成となる場合がある。2010年4月より、セミプロダンサー2名、プロダンサー3名の編成になった。通常交番順は、1、セミプロ1、2、プロ1、3、セミプロ2、3、プロ2、4、プロ、日替わりで、 セミプロ1と2が交代する。なお2006年よりお盆時期を除き、原則として毎月11日から20日は休園となっている。1.35.78.1012月の31日は曜日にかかわらず休園。2月は11日末日まで休園。劇場へのアクセスは便利ではない。かつては至近に路面電車である名鉄岐阜市内線本郷町。 停留所があったが、名鉄岐阜市内線は2005年に廃線となった。現在は JR 岐阜駅や名鉄名古屋本線名鉄岐阜駅から歩くか、路線バスタクシーなどが主な交通手段となっている。ありがとうございます。